こんばんは。今日は大堀さんに練習場に来てもらいました。インスタグラム見てたら、はい、なんか面白いこと始めたなと思って。最近、はい、すごい頑張って体使ってんだろうなって思うんだけど、全然乗れてない人がいる。こういう感じ。続きまして、はい、これ女子でよくあると思うんですけど、はい、これですね、肘がすごくこう曲がってる、はい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 、インパクトの瞬間もいますね。めちゃめちゃいますね。こういう特にフォローで肘引けちゃう、引けちゃう、うん、伸ばせない。でだから後ろから動画撮っても肘が最初に出てくる。こういう感じ、肘から出てくる。あ、そうで、どんだけ伸ばしてって言っても、うん、なんか治んない、うん、結構女子で多いなって思うんですけど、ね、なんかこれの修正方法、これ伸びるとすごくかっこいいし、腕が大きく筋力がかかるから飛距離も伸びてくると思うんだけど、うん、やっぱりそのゴルフも一応スポーツです、はい、どんなスポーツもこうパワーを出すときで力を込める場所とこう出す場所っていう、例えばジャンプするときもさ、これじゃなくてでジャンプするじゃん、うんうんうん、それと一緒で込めると、あと出す場所、うん、これも必要なんだけど、腕を振るときも一緒で、さあこれクラブ振るぞっていうときに、この出っぱなしの方なんかはジャンプしてるときずっとしゃがんでる状態、うん、これは伸びないから、このパーンってこう自分のパワーを解放するイメージをどこかに入れてあげると腕は伸びやすくなります。そんな中でいろんなイメージがあるんだけど、今日はグリップで少しイメージをしていきたいなと思います。じゃあ開放が下手だと曲がったまま、うん、開放が下手だと曲がったまま、うん、力をこう込めっぱなしの人、うんうん、特に女性で多いのはやっぱりちょっと力が男性に比べて少し弱い分、なんか頑張って振らなきゃなみたいな、少し力みの手もあるのかもしれないんですけど、うん、女性の方も絶対腕伸びるので、基本的にはコツをつかめば、なのでその入れると、出す、はい、入れると出すっていうイメージで少し練習してもらいたいんですけど、はい、グリップ、クラブを握ってるグリップの中で込めるときって基本的にギュッギュッでしょ、うんうん、でもしもさあ出すぞって言ったらやっぱりパー、うん、パーになると思うから、それを少し大げさにやっていきます。バックスイングからダウンスイングはグーでいい。でフォローでパーにしよう。でこの時離しちゃっていい、パーだからクラブ外れちゃう、グーとパーで、バックスイングからグーパー、うん、グーパー、うん、はい、でこれで少し素振り、うん、まあ打つの怖いよね、素振りでもいいです。でこの感覚が慣れてきたら、今度グリップの中でそれをやります。はい、でパーでクラブ離しちゃうの怖いと思うから、次はグーとチョキ、おチョキ、昔のチョキ、おーおーおー、昔のチョキ、確かにチョキだとちょっとそう少し握り感があるから安心感出るから、うん、次のステップはグーチョキ、うん、グーチョキ、うん、これで打ってます。はい、グーチョキぐらいだと多分打てる。チョキ、おお、こんな感じ。結構それぐらいの振り幅でいい、それぐらいの振り幅でいい、うんうん、このフルじゃなくていい感じ、フルじゃなくていい、ハーフショットでいい。グー、おお、いい音、いいね、いいね、打てます。うん、なのでまあこれを少しずつ、まあ、この実際握ってもこのなんか力の入れる場所と解放する場所を意識的に見つけてあげる、意識、そうです、うん、フォローでは解放、ダウンスイング、バックスイングからダウンスイングかけては入れるで解放っていうイメージで、ちょっとメリハリをワンスイングの中でつけてあげると、やっぱ解放は右手なのね、基本的にはやっぱり右手が握りすぎちゃってる可能性は強い、特に右利きの方は、うん、なので右手で少しグーパー、パーグーパー、グーチョキ、グーチョキで、最後それ普通にその中のイメージで打ってみてください。
おお、これやってほしいね、みんなに。ぜひ。一気にかっこよくなるよね。フォローが大きくなるとやっぱかっこいいよね。遠心力がかかってくるから距離もどんどん伸びてくると思うし、うんうん、多分今までにないこのこうクラブが引っ張られちゃう感の気持ちよさも出てくると思うんで、ぜひやってみてください。はい、やってみます。はい。